はい、いつもお世話になっております、サイド B の服部です。本日もですね、ソロ動画でお届けさせていただこうと思うんですけれども、今日は行政書士開業間もない方向けということで、開業した時にですね、行政書士さんが自分の方向をどういうふうに定めていったらいいのかっていうご相談をよくいただくことがありますので、今日はちょっとそれに関連したものを、動画で説明させていただけたらと思っております。最初ね、私も行政書士になった時ですね、いろいろと悩んだんですね。で、まあ他の動画でも言ったことあると思うんですが、僕もね、最初なんかこう今みたいにこう補助金であったり資金調達であったりだとか、まあそういうふうな新規事業創出系の業務ばかりやってたかというと、まあ、全然そういうことではなくてですね、最初の頃はやっぱ民事もたくさんやりましたし、まあ一般的な建設業であったり入管であったり古物商であったりっていうような基本的な業務も、取り組んでました。ただ、まあ、どうして今みたいにですね、こう、いわゆるちょっと一般的な行政書士さんとは、あまりこう扱ってる数が違うようなものをやるようになったのかっていうのは、やっぱり自分が合ってるもの、合ってないものっていうものをきっちり考えていった結果、こういうふうになったんですね。なので、まあ今だから言えるっていうのはあるんですけども、当時もそこまできっちり考えてやってたわけではないんですけども、まあ、今から遡って、例えば開業した時の自分にアドバイスするなら、みたいな形で、まあ皆さんこれ見ていただいている方ですね、自分がどんな方向に進んでったらいいんだろうとか、どういう分野を専門にしてったらいいんだろうっていう時の、まあ何か参考になったらいいなと思って、この動画を作りました。で、最初に考えていただきたいのは、自分をですね、もうこれ子供の頃からとかでも全然いいんですし、まあ働いてからとかでもいいんですけれども、自分の棚卸しというところから始めていただきたいと思うんですね。どうしても行政書士を開業する前っていうのは、行政書士試験をやっぱりこう受けられてですね、法律の勉強をたくさん勉強して、でおそらく開業したら、いろいろなその開業した時の、必須研修みたいなものであったり基礎研修みたいなものを受けて、あ、こんな業務があるんだとか、こんな先輩がいるんだってことで、そういう方々たちの情報が、まあ、全てみたいになってしまうところがあるんですけれども、やっぱりその行政書士を長くやっていったりとか、あとはお客さんの方にやっぱりこの先生だから頼みたいっていうふうに思ってもらおうとする場合はですね、自分に合った業務であったり、自分だからこそできる業務っていうものをきっちり確立していかないと難しいなと思いますので、それはね、その今までサイド B を見ていただいている皆さんであったら、例えば本田さんはこういうのやられている、酒井さんはこんなことやってる、服部はこんなんやってるっていうふうに見てたとしても、全く同じものを真似しようって思うことはなかったかもしれないんですが、まあ一応ですね、一から考え直す方法ということで、今日は自分の棚卸しの仕方というところを説明していきたいなと思っております。棚卸しをするときに考えることって実はすごく簡単なことになるんですね。で、自分が子供の頃とか働いてからもどんな基準でもいいんですけれども、どんなことができて逆にどんなことができないのか、あるいは、まあ、どういうことをしてると楽しくてどういうことをしてると楽しくないのか、ここをね、意外ときっちり考えずに業務選択されてる方多いんですけれども、これはしっかり考えていってやらないと、その、なんていうんですかね、その知識量の問題であったり、経験であったりだとか、自分の周りにいる人の種類であったりとか、結構変わってくるんですね。で、人間って生きていくと、無意識のうちに自分の、求めるものであったり、好みのものであったり、過去から積み重なってきた強みの部分であったりっていう、まあ、それに関連する人が周りに多く集まってきたりだとか、そういう現象って必ず皆さん起きてると思うんですね。なので棚卸しっていうのをきちりしていくことで、その自分の周りにいる方々であったりとか、自分が発信を強めれるような分野っていうものと、取り組む業務っていうのがイコールになってくるところがあるので、すごくやりやすいことになりますので、そこを考えていただきたいなと思ってます。で、考えていく時の方法なんですけども、今ちょっと画面に出してるんですが、まずは自分は何ができるのかできないのかということで、強みと弱み、例えば僕であれば、やっぱり、相手 お客さんであったりとか友達であったりとかと、いろいろ話している中で、その人の考えていることを整理してあげたりだとか、その人が話しているものを発展させて、こんなこともできるんじゃないかってアイデアを出したりとか提案をしたりするっていうのがすごく得意で、それは多分学生の頃であったりだとか、働いて行政書士になる前の今までの仕事の積み重ねの中でも、そこがすごく得意だよねって言われてきたところがあったんですね。で、逆に、できないこと、弱みっていうことであれば、スケジュール管理とかですね、あとは、なんかこう、
たくさんの情報を覚えたりとか整理したりとか、これが結構苦手なところがあって、まあ、いわゆる事務作業に近いところやとは思うんですけれども、そこが苦手な場合って、もうこれは今だから言えるの話なんですけれど、やっぱね、許認可の案件ばっかりになっちゃうと、自分の弱みの分野がどうしても広くなってしまうので、やっぱミスがすごく増えちゃうなっていうのは感じていったんですね。やっぱりどうしても許認可やと、お客さんのスケジュール管理をしてあげたりだとか、変更とか更新のことを継続的に覚えといて気づいてあげて、指摘してあげるとか、お知らせしてあげるっていうのが非常に喜ばれたりとか、まあ、そこが強みになったりするところがあるので、私の場合はそこがあまり得意ではないっていうところがありますし、まあ、それであれば、そういうところに関しては、例えば、まあ、パートナーの誰かにやっていただくとか、他の行政書士さんに、まあ、逆にご紹介するっていう形をさせてもらって、逆に言ったら、他の方はあんまりできないかもしれないけど、自分が得意かもしれないっていうところで、お客さんの、まあ、描いてるビジョンなんかを、まあ、整理してあげたり、体系化してあげたりとか、まあ、そういうことをするお手伝いをしたり、あるいは、その新しいアイデア、事業を作る時のアイデアを出して、場合によっては、いろんな事業者さんをつなげてあげたりとかってすることの方が得意っていうところがあったので、まあ気づいたらそういうのを選ぶところもありましたし、やっぱり周りの方も、あ、服部さんそういうとこどうやなと思ったら、そういう分野紹介してもらえるんですね。で、逆に言ったら、僕の方も、あ、この人はすごくこう時間管理とかスケジュール管理とか、細かい事務の指摘とかが得意な方だなと思ったら、そこにやっぱ許認可をお願いしたいなってなりますから、お互いにとって相乗効果もありますし、まあ、そういう風にですね、この前に出てる表をご自身でもわーって、今僕が挙げた例と全然関係ないものでもいいんですね。もうそういうのをずっと挙げていただいて、それに関連する業務ってなんだろうみたいな感じで進めていくのがベストかなと思います。次はですね、ちょっとわがままなところなんですけれども、自分がしたいこととしたくないことをきっちりこの表に書いていくと。で、これも意外と重要で、で、これはね、したくないことは絶対しないとか、したいことばっかりするのが 100% 正解と言いたいわけではないんですけれども、やっぱり自分が実際はしたいこととしたくないことをわからんままにというか、もやっとしたまま進めるよりも、やっぱそこは自分でちゃんと文字にして、自分の体に、体というか自分の心に焼き付けておいて理解していく方が、後々だいぶ効果が違うと思うんです。で、どういうことかというと、例えば最初に例を言った時に、僕得意なもので紹介されたりだとか、逆に紹介してるみたいな話をしたんですけれども、で、必ずしも僕ね、許認可ばっかり来たらそれを誰かに紹介してるわけじゃなくて、当然やるんですよ。ただ、やっぱり補助金の業務とか資金調達の他の業務とかいろいろな重なってきて、あ、これどう考えても今月全部できないなってなった時に、どれを選ぶかって話になってきた時に、やっぱり自分は、あ、これはしたいと思ってたな、これはしたくないなと思ってるなっていうのが分かってる方が、まず選択基準として一つ出てきます。なので、自分が、そういうものを理解しておくっていうのはすごく大事ですし、で、これはね、ちょっとこうスピリチュアルな話に聞こえるかもしれないんですが、このね、したいこととしたくないことをきっちり言葉化しといて、言語化しといて、それを自分がまず心に落とし込んで、さらに例えば、行政書士同士の飲み会であったりだとか、行政書士の集まりの時とかにもきっちり言っておく。僕こういうことしたいんですよねとか、こういうことしたくないんですよねってはっきり言うようにしておけば、これも不思議なもんでね、あ、なんか服部さんって新規事業作るの好きって言ってたなっていうのが相手の心にも残ってる時があって、やっぱ先ほど言ってたような紹介とかに結びつくこともあるので、これ意外とね、この2つの作業って地味なんですけど、やっとくと1年後2年後3年後とかにすごく自分の業務分野がこう特化してくるっていうのは変わってくると思います。ということでですね、今日は行政書士が開業した時に最初にしておくといいよっていうような作業をお知らせさせていただきました。ひどくね、単純な作業に聞こえるかもしれないんですけども、これ意外とやってる方少なかったりもするので、一度この、2つのフローをしてから、自分の業務の選択、それに関連して、じゃあどういう業務があるんだろうとかっていうのを整理しておけば、もちろんホームページとか名刺の記載事項も変わりますし、先ほどから申してますように、周りの方と接するときに自分の発言も変わってきますし、周りにそういう人たちが集まってきて仕事に結びつくとかっていうことも変わってくると思いますので、ぜひ一度騙されたと思って、試していただけたらと思います。はい、では今日はこれまでとさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。